札幌ドームでスケートボードなどを楽しめる新しい練習場がお目見えしました。昨日、札幌ドーム2階の南側テラスにプレオープンしたのは、スケートボードやマウンテンバイクなどのコースが設置されたスケートボードエリアです。国内最大級という全長およそ60メートルの波のような高低差がつけられたパンプコースなどが設置され、初心者から上級者まで楽しむことができます。デコボコしなくてスムーズで楽しいです。最初にレベルをちょっとずつ上げるにはいいのかなっていう感じはしましたね。札幌ドームの利用者を増やす新たな試みとして期待されているこの練習場、利用料は無料で28日に本格的にオープンする予定です。